ユスターブ・ブクールベによる肖像画、手で生む作品22は、エクトル・ベルリオーズの代表作の一つ。ベルリオーズが作曲した宗教音楽のうちでも、レクイエムに次いで有名である。広い意味での宗教的大作である、早々と勝利の大公共曲を含めたこれら3作は、いずれも破格の規模、楽器編成を備えている。レクイエムは4つのワンダと大規模な打楽器群。 早々と勝利の大公共曲は吹奏楽編成、そしてテデウムはオルガンの仕様と自動合唱が特徴となっており、いずれも音響空間を意識した建築的な音楽構成となっている。最初にテデウムの構想がなされた時期は1830年代の初め頃までに遡る。この当時ベルリオーズはナポレオン一世の偉業を称えるための作品を計画していた。 1846年に作成された自作目録の中の未発表作品には手で生むの名が見られるが、この時点でまだ構想段階であったのか、すでに作曲を開始していたのかは定かでない。1848年の2月革命勃発後に、ベルリオーズは一時は定住も考えていたイギリスからパリへ戻り、同年10月から翌1849年8月に、 かけてこの大作を作曲、完成した。しかし初演に至るまでに年月を要し、その間1852年と1855年に改訂を行っている。結局1855年4月30日、パリ万国博覧会の開幕記念行事の一つとして、サントスタッシュ教会にて、ベルリオーズ自身の指揮によりこの、テデウムは初演された。 出版は同年11月頃にパリのブランディウス社から行われイギリスのアルバート校に検定された。サントスタッシュ教会の内部通常のテデウムのテクストに基づくが一部で配列が入れ替えられている。また、終局として声楽を伴わない更新曲が加えられているが軍事祝祭用の場合だけ演奏するようにという正し書きが出版符に載せられているため、 省略されることが多い。演奏時間は全曲で約55分。当初はこれに加えて、声楽を伴わないプレリュードが第3曲に置かれていたが、初演時に削除され、出版譜にも収められなかった。1901年のブライトコプフーンとヘルテル版に初めて収められたが、新前終盤では付録として収められている。記載がない場合、6曲構成での演奏。 ありがとうございます。